はい、日付は変わりました。本日9月の16日、岡崎の主と言います。さあ、今日も妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。新イベント、さあ、お賽銭、そしてイベントマップに行っちゃい、さあ、滅竜士秘伝の儀。おお、なるほどね。すべての試練を乗り越えた竜太、明かされる滅竜士の秘密、勇気を示せという形で引っ張りのおはじきでございます。さあ、炎竜、風竜、源竜の試練を突破した竜太は、闘志、正義、純真のドラゴンメダルを獲得。しかし、その直後突然倒れてしまうのであった。竜太、目を覚ませ。誰か竜太を助けてくれ。落ち着け勇壮隊長。竜太が突然、確かに言った3つの試練全て終えた。だが真の滅竜士となるには試練はこれから始まるのだ。竜太の精神は竜神帝に呼ばれたんだ。ほら、精神の時の部屋的なやつだ。言ってた通り、心だけが竜神帝の世界に飛ばされたということが、ほら、もう予想通りじゃん。当たってた。光の玉が浮かぶ神秘的な場所へ目を覚ました。ここは俺は一体、あれ、ロボザイモンもいない。おい、誰か。わあ、ウィッソおろしきた。竜神帝、つまり竜神様の世界じゃ。なるほどね。おお、かっこいい。ふ、このこたびの竜、滅竜士は随分と元気がいいな。かっこいいな。新キャラかっこいい。紫竜討伐の儀。はい、ということで。かっこいいの、予想的中じゃん。さあ、中身を見て、ワイポイントセールとかマジやめて。さあ、ここは見たやつでいいのかな。まあ、特殊能力のやつらを見ていこうかな。ということは、おはじきバトル、式神クラマ、ダメージアップは、サゴ城とバステトがダメージ大。で、通常ですかね。で、強敵枠、ウィッソオロシに与えるダメージアップは、竜神帝、里羽竜太、月の闇、日の光が、必要だね。竜神帝が必要って感じか。天道竜神帝、まあ、竜の姿になったやつに与えるダメージは竜太が必要と。ビス総老師もいるとよくて、竜太がいればダメージアップ、ダメージダウン両方ついてるってことね。ビス総老師は中途半端なんだな。そういうことですか。はい、了解です。で、ウィッスオロシは、勝利数なんですね。けどウィッスオロシそんなに活躍しないから、いらんちゃいらんのか。はい、じゃあ追加されたキャラクター見ていきましょう。天道竜神帝、すべての妖怪プニを消しボーナス玉、自身のデカプニ消すと自身以外の妖怪の技がゲージがたまる。そんなに強くないな。トリプルゼータですと。そして、里羽竜太、かっこ勇気、ポカポカ。中央の妖怪プニ消し、滅竜玉を作る。自身の妖怪プニの代わりに滅竜玉が降ってくる。滅竜玉いっぱい来るな。で、ドラゴンメダルの追加スキル、デカプニ消すとそのデカプニが降ってくる。おー。で、普通の竜神帝、全消しデカプニで技ゲージを多く貯める。自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。ということは、暴走カイラとかと一緒だね。トリプルゼータじゃなくてね、ダブルゼータだし。そして、ウィス総老士、Z ランク。全消し&3種類の妖怪プニ整理。HP が0になった時、一度だけ復活、自身の技ゲージが溜まる。復活キャラ。ということは、天道竜神帝にはウィス総老士がいると楽って感じなのかな。月の闇。妖怪プニ消しサボらせ、つながりやすくなる。日の光。中央の妖怪プニ消し、HP 回復。たまに受けるダメージを減らす。ああ、なるほどね。そして、サゴ城と、クラマと、バステトという形で、そして入手方法、天道竜神帝はイベントマップで倒してゲット、そして竜太はガシャ、竜神帝もガシャ、ウィスオロシはおはじきバトル、月の闇はガシャ、日の光ガシャ、サゴ城ガシャ、クラマはワイポイント、バステトはガシャということで、ガシャは1、2、3、4、5、6体という感じですね。はい。さあ、そしてガシャの確率見ていきましょう。さあ、出てきました。里羽竜太竜神帝 0.25、 ダブルゼータ出ないな。そしてランク Z の月の闇と日の光は 1.0、 バステとサゴ城は 1.6 という形で、4体
4体出たら今回のガシャは終了というふうな形でいきたいと思います。まあ出現率アップなんで超アップじゃないのがちょっとね痛いところかな。はい、ということでガシャやっていきたいと思います。4体出たら即終了、10連目いきたいと思います。さあ行くぞ。10連目、これはまさか金1個少ないね。はい残念、はい残念、爆死です。さあ20連目、4体来るのかこれ。これはまさか、ダブルゼータが当てれないと全く今回のイベントはできないぞ。さあ佐護城、佐護城ゲットでございます。佐護城参上、やった。まず1体目、ありがとうございます。さあ30連目、はい来た、 Z ランク来た。さあなんだ、リュウタだよな、知ってた。月の闇ゲットでございます、ありがとうございます。月の闇ゲット。さあ Z ランクまず1体 1% 当てていく、いい感じですね、いい感じ、いい感じ。よし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 、あと2体。いや秘伝書も全然出ないな秘伝書出ないな。いやー頼むて。これはまさか金、あら、いやあなたは違うあナイス秘伝書、ナイス秘伝書1冊ありがとうございます。さあ当ててくれ。あーダメー、やばい、あと2体が遠い、あと2体。やばいな。いやダメだよ、2回連続はあかんて、2回連続はあかんよ、うんあかんよ。やばい、今回のガシャはやばいっす、これ。さあ今何連引いたかもう分かってないからね俺。か金2個、あー 1.6 が引けない。あー出た、さあバステト3体目式神バステトゲット、三条にゃん。さあ残りは1体、 Z ランク1体ですよ。日の光かな、日の光、 Z ランクの日の光お願いします。 1% 追っていく。さあ来い、止まれ、ちょ虹来てくれ。あと秘伝書もいっぱいついでに。ああ少ない、いやダメ、やばい。今何連ぐらいだろう、もう100連はやったのかな、100連はやった感じですね。怖え、3つ、止まらない。あと1体、確率アップか、あと1体、秘伝書ありがとう。さすがに来ないんか、
あわよくばダブルゼータでいいんだぜ。いやー来ないね。あーちょっとまずいかもしれない。今回まずい、今回まずいぞ、まずいぞ。虹、あー虹、虹頼む、虹ちげえよ、サゴ城じゃないんだよ。ナイス秘伝書、虹頼む、虹来てくれ。あーきっちー、マジきっちー。秘伝書サンキュー。やばい、虹が来ない、虹が1回だけ。あーおお金が4つ、金4つでかい。でかいって思ったのは嘘でした悲しいよ。さあ200連いっちゃうぞ。さあまさか金が2個。秘伝書かい、秘伝書か。あーバステと当たっていく。まずい。来た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 。はい、ありがとうございます。日の光ですかね。はい、ということで4体ゲット。ちょっとね、いやさすがにダブルゼータは、ダブルゼータはちょっと無理ですね。ダブルゼータはさすがに無理ですよ。無理無理無理。あーついでにサゴ城、サゴ城いっぱい出てる。はい、ということで私のガシャは何連だ、170連、それぐらいですね。はい、まあ確率としてはかなり手こずった感じですよね。 1% と 1.6 なので、ちょっと引きとしては悪い方ですかね。まあ、200連いかなかっただけまだマシかなっていう、そんな感じでございました。はい、皆さんのガシャの結果いかがでしたでしょうか。私はまあ170連かな。で、なんとか、4体ですね。確率アップの4体ゲットすることができました。ガシャライブは終わっていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録、高評価、皆さんよろしくお願いいたします。岡崎の主でした。